はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょうど4月になり、新入生も入ってきて、特に今日はね、日本語学校の大学志望者向けの人についてというか、人に対して、いろいろね、ご案内したいと思います。では、早速始めたいと思います。外国人留学生入試。まず、一般的な入試は、前期後期、1期2期とあります。前期だけというね、早稲田大学のような大学もありますし、国立大学、公立大学なんかはね、後期の遅い時期に試験をする、その1回だけという大学もあります。はい。外国人留学生入試でまず必要なもの、EJU、JLPT、TOEFL などの英語の成績、それから筆記試験、あと文系の学科にはね、学部学科にはありますが、小論文、もちろん日本語で書きます。それから面接です。これらのものをいくつか組み合わせて試験が行われます。詳しくはそれぞれの学校の募集要項を確認してください。EJU については詳しく過去動画を上げていますので、そちらの方をご覧になってほしいかと思います。EJU は国立大学の 98%、公立大学の 61%、私立大学の 52% が、現在のところ必要としています。少し数値は変わっているかもしれませんが、EJU を受けていなければ、大学を受験できないと考えてください。ほとんどの大学で必要だと思ってください。JLPT ですが、EJU が始まってから JLPT を求められることが少なくなりました。JLPT の結果を認めようという大学もあります。N1 でも N2 でも合格していたり、合格した中でも規定の点数をクリアしていれば、認められる可能性がありますので、受験をする価値はありと思います。次に英語の試験です。英語がいらない大学や学部もあります。もちろん必要だという大学や学部もあります。で、英語は大学独自の試験を行っているという大学もあります。それから、TOEFL、TOEIC、IELTS、ケンブリッジイーソルですかね。などの点数で判断するという大学もあります。ほとんどがTOEFLですね。夏になる前にTOEFLの試験を受けておいてほしいと思います。夏から秋とかはね、英語の試験をね、受けに行くなんていう時間なくなると思いますよ。忙しいですね。これらが一般的な外国人留学生の試験の説明です。では他の入試方法も見てみましょう。はい。まず、推薦入試。はい、日本語力重視の試験で、書類選考と面接だけという試験が行われる。そういう大学が多いです。大学によって内容は違います。あと、日本語学校卒業見込みの学生が受けられるという大学もあります。来年の春、翌年の春に卒業するというのが証明できる人ですね。卒業見込みというのは、そういった条件ですね。特に2年目の人は関係あるんじゃないですか。それから、EJU の点数が平均より高い。平均というのは大学のレベルによります。あと、日本語学校の推薦書を出してもらう。国の高校のものでなければならないという大学が多いですね、大学は。ただ、日本語学校の推薦書を出してくださいというところもあります。大抵、出席率 90% 以上で出すという学校が多いのではないのでしょうか。で、90% ってそんなにいいわけじゃないですよね、別に。真面目に頑張っていれば 90% 切ることはまずないと思うんですね。それから、単眼でなければいけないという条件があります。つまり、推薦入試で入ったら、その学校だけということですね。他の学校に
の試験を受けるという考えは捨ててください。はい。それから今度は指定校推薦入試です。どういうものかというと、大学が日本語学校を選んで、そこの学生を入学させるというものです。ただし、これを実施している大学は少ないです。どの大学もやっているということではありません。また、去年指定校だったからといって、今年も指定校になるとは限りません。それから、一つの日本語学校から選ばれる人も少ないですね。希望者が何人いても、この学校から一人ですと言ったら、受けられるのは一人だけです。まず、同じ日本語学校の学生の中から選ばれなければなりませんね。出席率 90% 以上あるから大丈夫だろうと思っていても、まあ、99% や 100% の人がいたら、まあ負けると思います。他にも成績や日頃の態度はどうなのかという判断基準があります。だから、まあ、条件はね、厳しいです。で、そういった厳しい条件ですから、以前は 99.99999999% 合格すると思われていた試験ですが、もう最近はね、落ちる人も出てきました。うん。で、筆記試験は免除になる場合が多いですね。書類と面接だけで受けられるという試験が多いです。で、先ほども単眼の話をしましたが、他の学校に志望を変えるということはできません。その大学とね、日本語学校の信頼関係にも関わりますからね。まあそういうふうな、他の大学の滑り止めでこの指定校推薦入試を受けようという考えがいたとしたら、そういう学生はね、サポートすることはもうできませんね。ですので、指定校推薦を受ける場合は、その大学が第一志望で、自分が推薦されると認められる場合がある場合のみになります。それから、AO 入試。これも書類審査と面接ですね。筆記試験が免除されたりします。あと、EJU が何点以上とか、JLPT N1、N2 に合格している、また合格していて何点以上だという条件がついていることが多いです。面接ではやる気をアピールします。まあ、将来の夢などですね。で、こちらも単眼です。他の大学を受けることはできないですね。まあ、AO 入試での合格人数ですが、とても少ないですね。まあ、一番最初に説明した一般入試で受けた人が圧倒的に多いです。まあ、そんなところでしょうか。はい。まあ、今ね、ご紹介したこれらの AO 入試、推薦入試は、まあ、普段の日本語学校の勉強をちゃんとね、頑張って、成績もね、良い学生には十分にチャンスになる入試スタイルだと思います。自分の可能性を広げるためにも頑張るのは大切ですね。あと、留学生の勉強、試験で、面接がない試験はないので、まあ、聞く力、話す力を伸ばしていきましょう。はい、これからも頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。